ると超楽しかったね。また行こう。またがあるなんて嬉しすぎる。次こそは小林さんに見合う格好をしていいところを見せる。それにしても目まぐるしい展開だよね。フィーネにも俺たちの声が聞こえるようになるなんてね。これでジークがいない時のもどかしさが半減する。そしてフィーネちゃんとバルもその気持ちわかる。バルの直球すぎて伝わらない気持ちを実況と解説でフォローだ。もちろん